はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイアーエンブレムエゴーズ、ではセリカ編続きをやっていきましょう。とりあえず結構ねバイトをして、上級職につけるやつらはみんな上級職につきました。で、そう、あと黄金の探検ね、鍛えていったら宝剣ソフィアになって普通のね鍛冶屋で、なんか強そうな剣になったので、セリカに装備させてますと。あとセーバーはね、魔戦士からさらにね、夜叉に転職しました。これはオーバーロードっていうダウンロードコンテンツの、クラスですね。まあ夜叉になったばっかりなんでまだレベル1です。じゃあこのままドーマの塔ですね、進んでいきましょう。ダンジョン系もねちょっとね時間がかかるんだよね。誰を出していくかバルボとか何も装備してねえわ。このメンツで別にいいかなそう、ここら辺みんなね魔戦士なんだよね。だから魔戦士ばっかりっていう、レオだっているでしょ、エストも手ありでいるでしょ、まあ、魔法系はちょっと入れておいて、手あり入れてセーバー入れて、コンラートも手ありの手あり部隊でしょ。回復役でジェニーも入れておくからちょっと魔導士が多いかな。そうするとソニア変えよっかな。ソニアとカムイだな。そうするとよし、これでいこう。左側とかなんか何もないか。力をそのまま形にしたような巨大で威圧的な塔、果てしない力を求めてその先に何があるの。その答えがこの頂点にあるというのかしら。こういうさ壺とかをさ破壊するのも結構ね大変なんだよね。どうしようかな。もう壊す系は無視していこうかな。なんかどっちだこれ、こっち、あれ、こっちは行き止まりか。あーなるほどね。で敵がいるね。これはドーマ系の魔導士かな。ではではでは、手やり部隊でまずサクッと行きたいけど、あ、ここあれか、柱にいるのか、めんどくさいな。そうか、ちょっとバイトをしてたから戦闘アニメをユニットにしておこう。ヤシャとかなんかかっこいいな。戦闘シーン初めて見たけど。で、エンチェルで倒せるね。結構減るなこっちも。かわした。お前が味方で助かったぜ。手やり。おお、かわされた。まあ、ジェニーはちょっと回復役だからな。攻撃は無理か。冒険ソフィア。90とかレベルアップ。おお、すっげえ上がった。このね二次色がねレベル20になるとオーバークラスになれるんですよね。セーバーね魔戦士20レベルになったんですよ、バイトしてる間に。てかまあわりかしねレベル上げてったんだけど、それで夜叉にしました。カムイもね魔戦士なんですよね。だからかっこいいねやっぱり魔戦士系は。雑魚戦もねなんかそれなりに時間がかかるからな。ちょっとどうしようかな。次の戦闘からは通常の雑魚戦は飛ばしてやっちゃおうかな、時間がかかるようだったら。これはなんだ、お、泉がある。速さか。正直ねセーバーに全振りしたいんですよね。まあ、セーバーに全振りしたいんだけど、まあ、セリカ
あ、レオね。レオもちょっとね、スピードが不足してるんだよね。1上げちょっか。まあ、別にいいでしょう。で、こっち。あれ？どこへ行く？ああ、首がないんだけど、ミラ様。クラスチェンジは別にないしね。だいたいドーマの塔になんでさ、ミラのさ、像があんの？首をさ、取るくらいだったらさ、そもそも作る必要なくないっていう。てか、結構広いな。また敵がいるよ。こっちが行けそうなんでこっちに行きましょう。宝箱があるね。何これ。あ、金か金が増えている。銀貨袋といったところか。でこっちへ進んでいきましょう。こっちも行けんのか。意外に広いな。敵がいる。ダンジョンで戦闘し続けるとさ、疲労が溜まってくるんだよね。ここにも泉がある。幸運か。まあ、幸運はなんかな。カムイとか幸運低い。誰でもいいって感じがするかな。とりあえず1個はセリカに飲ませて、でもう1個誰かにしよう。カムイにしとくか。幸運はね、クリティカルにちょっとかかってくるからね。事故る可能性がある。でこっちに行ってみましょう。とりあえずもう樽とかはいいかな。壊さなくて。またいるよ。敵が多いね本当に。しかも魔導士系。じゃあ先へ進んでいきましょう。あ、なんか階段を守ってるボスらしきのがいる。これあれかな、なんだっけ、謎の魔物みたいな名前が出てこない。魔人だどうすかね。とりあえず一回引き寄せるか。セーバーを前線に出して、これなら大丈夫かな。これ魔戦士だね。魔戦士もね、厄介なんだよね。どうしようかな。ちょっとセーバーは突っ込ませるか。しつこいね。かっこいいね。しかもさ、レベルが低いからか普通に経験値結構もらえるし。で魔戦士倒そう。一撃で倒せる。負けられないの。終わったのね。で、こっちの魔戦士をどうするかな。うわー、やっぱり強いな。2回攻撃ができないときついんだよね。しかも魔戦士ってさ、早いんだよね基本的に。で魔法は半減されちゃうからな。3人かかったか。
お、こいつはでも2回攻撃できる。魔戦士対魔戦士だからか。今のは勝算に値する。私に任せてよ。で、これだったらハンターボレーで倒せないか。任せてちょうだい。また弓部隊でいくか。弓っていうか手槍部隊か。うわー、結構食らう。やばいやばいやばい。これはジェニーちゃんで回復させておこう。ちょっと事故ると嫌だからな。ここはスライムを食らうのか。スライムを食らわない位置かな。弓を放つ。よし、メイちゃんは剣でいいでしょう。おお、それとこっちもかわしたけど。で、OK だね。セーバーに来るか。おろかな。いや、いいよ、かっこいいよ、本当に。よしよしよし、冴えてるね。これいくつまで上がるんだろう、パラメーター的に。お見通しなんだよ。何やるな、さすが。で、この魔人的なのはもうエクスカリバーじゃなくてエンジェルでね、いけるはずなんで。やっぱり11レベルだからあんまり経験値入んないで、こいつは3レベルだからわりかし経験値入るっていう、そういう感じなのかな。かなり入るよね。よし、倒した。これで2階へ行けるかな。お守りくださったのね。特にここがドーマの塔1階とか書いてないんだけどね。ま、登っていきましょう。うん、上に来たね。とりあえずこのまま突っ走って敵がいる。とりあえずシカトしよう。ここにも敵がいる。これ連携になるかな。あー、なったね。ちょっとサクッとやっちゃいましょう。もうちょっとね、普通の雑魚戦はもうかなりめんどくさいんで、本当にサクッとやっちゃってますけど、これ絶対さ、壊せるよね。宝箱。これは？あー、歯車か。歯車はね、別にいらないんだよね。あとはちょっとこっちに行くか。また広いとこ。あれ？繋がっただけだな。で、こっち行けそうだな。泉がある。これは疲労回復、無限に使用できます。お、いいねいいねいいね、助かるわ。で、先へ進んで、いや、また敵か。ここはガーゴイル系だな。で、こっちも行けそうだね。あーっていうかドラゴンがいる。あ、ここは行き止まりか。あ、こっち行けそうだね。おお、泉がある。これは技か。まあ、セリフィカにとりあえず飲ませて、あともう一つ、エスト
13ちょっと低い。まあメイちゃんは魔法だけど、まあ魔法も結局あれだしな、防衛がね全体的に弱いんだよね。てかね全然上がってないんだよ。1個しか上がってないから基本的に。やっぱり成長吟味をねしないと強くはならないよね。まあ、上がりやすいやつはね普通にやってて強くなるんだけど、ドラゴンゾンビ系か。また引き寄せ作戦をするか。あれでちょっと自分のユニットは戦闘アニメオンにしましょう。2人食らう位置だね。おお完全へばってんなこのドラゴン。これは倒したかな。でガーゴイルはね完全にもう雑魚的だからね。てかさこいつら、あなんかいるスペクターボーナイトとかこんなとこにいやがった。とっこませよ、とっこませよとかさ調子に乗ってるけどさすげえ事故ったらマジ嫌なんだけど。あーエンジェルはちょっとこっちにかけるか。倒せないのか。でもマジでなにげにちょっと強いこのガーゴイル。こいつもねエンジェルを使えるんで倒そう。魔物相手には聖女も活躍できますからね、エンジェル持ちなんで。であとはまた手やり部隊で。おお飾れた。意外に強いぞこいつら。でセリカエンジェルで倒そう。なにマジかしぶとい。聖なる剣持ってしても倒せない。意外に強いこいつら本当に。ハンターボレー、ハンターボレーもね2回攻撃できるっていうのがいいよな。レオはねちょっとスピードが不足してるんで。すごい、はいはい、いけ手やり部隊。ほら同点直撃。あとはボーイちゃんか。これ無理だな届かない。狙ってきたコンラーといて、それなりに食らう。しまった。大丈夫か。よしよしよし。魔導士系はねほんと攻撃を食らうと事故る可能性があるからそこだけが怖いよな。ドラゴンゾンビ結構強くね。まずこのさボーナイトほんと邪魔だからこれはセーバーで蹴散らそう。レベル8ボーナイトか、結構強いね。経験値もそれなりに持ってるし。おお最近セーバーの上がりがよろしくない。で、やっぱりこういう敵はねエンジェルが役立つ。消滅せよ。皆様がお守りくださったのね。で3階に上がっていいかな。もうてかこれさ何階まであんの。まあ、結構長いねドーマの塔。うわまたなんか雑魚敵もどんどん強くなってる。いややっぱり敵も強くなってるね。でこっちの方から見ていきますか。泉がある。
ヒットポイント、まあ、セリカに飲ませて、ヒットポイントね、レオってヒットポイント高えな。どうしようかな、コンラート、コンラートちょっと前線に出すからね、ヒットポイント上げとく、セーバーとか上げらんねえし。こっちの方も見てみましょう、なんかいるね。これはなんだ、ああただのガラクタか、箱がいっぱいあるね、ここはそれだけ、多分ね箱の中とかはね重要なアイテムはねないと思うんだよね。この草を拾って、でこっち側か、そうするとでまた門番だね。じゃあ門番系は普通に戦っていきましょう。モンスター、さらにさ、ボーナイトはね、厄介なんだよね。本当に、射程がね、めちゃ広い。うわ、全然ダメだ、これ。とはいえ、一旦、やっぱり引き寄せたいな。端から端まで通るじゃん。攻撃できる。攻撃しとこう。ハンターボール使おう。いやー、あんまり変わんないか。かわされる。しかしクリティカルが出る、倒せない。スケルトン強い。いやマジで射程長いよ、それなりにダメージ食らうからね。ボーナイトはな、早めに除去しておきたいけど、ドラゴンゾンビも突っ込んでくるのか、結構敵が強い。お呼びじゃないのよ。これで倒せるか。よいしょ。クリティカル一発で倒せなくなってきた。いや。敵の数も多いからね。ちょっとセイバーはもうマジで突っ込ませる、完全に無双要員だからな。そしてレベルがどんどん上がっていくな、あー上昇率が良くないね。ただこれはどうしようかな、エンジェルで、いや待って待って待って、あの弓が危険なんだよな。いやもう逃げ場ねえよこれ。どこにいても攻撃食らうわ。ってことはよ、ちょっと本当にハンターボレー、攻撃2回攻撃はできるか、クリティカルにかけるしかない。 36% もう1回、来い、無理か。手やりで倒せるね。ほいっと。完全に動物いじめだな。いつでもどうぞ。ファイヤーアロー、こいつさアローしかないのが痛いよね。ボーイエンジェルとかさ、エクスカリバーがないんだもん。俺も死にたくないんでね。アローはね結構ヒットポイントの消費が激しいからな。ファイヤーでとりあえず倒せる。私には使命があるの。レベルアップ、いいね、めちゃくちゃ上がるね。あとは排除していこう。強いんだけど、マジで強い。どういうこと、エンジェルをね使った後が危険なんだよね。ボーナイトの弓をさばけるかどうか。やるじゃん。ちょっと待って、こいつもさあんまり前線に出しすぎると事故死する恐れがあるけど、一応ね復活の泉がね残ってるからね。
最悪で取り囲もう、こいつはもう結構食らうんだけど、マジで。まあ当たらない位置からまずは攻撃を仕掛ける、そしてかわしてくる。コンラーとも、ちょっと待って、こいつマジで囲まないとな。クリティカル振ってない。12だったら倒せるね。てか一発じゃ倒せないのか。雇ってくれりゃ何でもやるさ。やばいな、これちょっとカムイとかまずいぞ。ジェニー狙い、痛い、やばい、2回食らう、やばい、食らうぞ。危ない危ない危ない。こいつも2回攻撃してくるか。このターンで全ての決着をつける。まず確実にセーバーでこのボーナイトを倒す。どけよ、どけよ。あーしんどいね。いやボーナイトほんと厄介だな。そしてこのスケルトンもさ、なんでこんな強いの。あエンジェルで倒しましょう。ちょっと危なかったね。やはりジェニーを取り囲んだのが成功だったな。取り囲んでなかったらスケルトンにぶん殴られてやられてたよ。そしてまだあるの上が、何こちら、ああ魔術師系か。またまあ雑魚的なんでここもサクッとやっちゃいましょう。ちょっと経験値99の人たちが溜まってきたね。こっち行けそうだ。あれなんか泉が見えた。これは守備か。守備も重要だからね。まあセリカには1上げて、あとどうしよう。セーバー完全に前線役だからな。切り込み隊長で、切り込み隊長。これ何、これ宇宙ストーンみたいなのがあるんだけど、どっちだ。こっちはなんか登っちゃいそうだからね、上に。ちょっとこっちの方から見ていきましょう。うわまたいるよ。左は何もないかな。ここにまた泉がある。力マセリカに1上げて、どうしようかな。コンラートとかにしようか。コンラートもそれなりに前線を任せるからね。さてそれでまた上に登っていきますか。マジ何階まであんのこれ。これはボスキャラかな、目玉。うわまたすーげーいっぱいいるわ。ちょっと待って、弓もいるね。ただ弓は1体か。ここはまた1ターン目はおびき寄せ作戦でいこう。さあ行きましょう。私に任せてよ。任せてちょうだい。よしこんなもんかな。これで誰も食らわないはず。うわ分裂してきた。そんなやついたな。そういえば左からませんし。どうする。あんまり敵が来ないね。とりあえずセーバーをここに突っ込ませよう。この魔戦士をどうする。ちょっともう一旦あれにするか、町にするか。よしこれでいこう。
何、射程2から攻撃してくる手槍とか。弓だね。まあでもセーバーだったら大丈夫でしょう。さてこいつは4、かわされる。回避率高いな。そして分裂マジ厄介だな。セーバーに任せよう。勝てないって。ああしんどいね。申し訳ないな、セーバーばっかり苦労をかけさせて。ちょっと手やりは当たらない位置から攻撃したいけど、上のこいつをどうする。エンジェルで倒そう。あ、そうだ、手やりなんだこいつ。そういえば危ねえ危ねえ危ねえ、かわした。あと左の魔女1残るか。コンラートは倒せるね。一応手やりだから離れよう。サンダーだから意味ないんだけどさなんとなく格が違うということだ。今回の敵はなんか一気に来る感じじゃないな。2回攻撃はできない。ハンターボレー、クリティカルが出れば倒せる。クリティカルは出ない、無理か。まあ3だったら手やりに任せるか。OK。で若干減ってるんだよね。ちょっと防衛もあれか。リカバーで回復させてレベルを上げよう。いや本当にね、防衛のね成長率が悪いんだよね。今回はめちゃくちゃ上がったけど。で、ジェニーちゃんもちょっとリブロを使って回復させてレベルを上げましょう。ありがとう。ハンターボレーはねそれなりにヒットポイント使うからねまあでも足りないディフェンスが上がってくれたのは嬉しいかな。期間は、いや来るのか、ここまで来るのか。やはりこれは強キャラのユニット2人くらい絶対用意してた方がいいね。弓が厳しい。クライアム、どう？楽勝楽勝。そしてセーバーもそろそろレベルの上がりが鈍くなったけど、1レベルからもうすでに8レベルだからねここに来てめちゃくちゃ上がってんな。あとはできればエンジェルで始末していくか。ごめんなさい、なんで許してとは言わないわ。見ていて気持ち悪いな。ガーゴイルはちょっと普通に倒したい。倒れてくれよ。それ俺も金のためなんでね。階段のボスが結構めんどくさいね。でこいつもエンジェルで倒そう。命中率は 100% 超え。さてさてさて、ただちょっとヒットポイントが減ってきたからリカバー。あとは狙える位置から狙ってこう。ハンターボレーは倒せるね。よしよしよし、こいつ結構ビーグルとかキモいな。おお、やるじゃん。で回復させとこう。やだ嬉しい。手やり部隊はちょっと次のターンに持ち越すか。あ、しまった、ジェニーちゃん。あぶねえ、よくかわした。ガーゴイルは早いからね、2回行動してくるんだよね。てかさ、分裂が超めんどくさいんだけど。あれ、なんかバツになってる。なんで
何これ、え、何罰これ、魔法使えないよ的な感じだよね。うおー、本当に使えん。セリカをぶっ壊せるか、こっちには。左にはじゃあセーバーを突っ込ませる。この魔導士も何なの。どうしようかな、一番後ろのやつから倒していくか。サマーソルトキックからのクリティカル、いいね、かっこいいよ本当に。でコンラーといけるね。でもな、手やりがちょっと弱いんだな、やっぱり。逆には立つけどね、2回攻撃できないと手やりはちょっと厳しいか。動きを見切れれば造作もない。まあいいや、とりあえず手やり部隊。あ、そうそう、パルコンのやつはあれか、対魔物みたいなのがついてるからね。エースとかちょっと減ってる。事故らんように気をつけないと。こいつはハンターボレー倒せる、普通の攻撃では倒せないか。ちょっと待ってよ、あいつの攻撃食らうの怖いな。魔法攻撃を食らうとレオはかなり危険だからね。触んないでよ、私って罪深いな。回復させよう。今のは良かったよ。回復させようって言うけどさあいつ魔法使えないんだ、ジェニーちゃん。強引に白魔法を使わせようかな。リカバー、ありがとう。右にまだ3体です。名前だけは怖い。即死はないと思うんだよね、こうゲームの内容的に。死ぬとさ戦線離脱するじゃないですか。それでさ即死があるって言ったら、なんだよこいつら本当に超めんどくさいわ。ちょっと手やり部隊に任せよう。どいて、私は生きて帰るか。で右に派遣するか。ちょっとエースと減ってんのが気になるよな。でこいつはいつも通りセーバーにお任せ。サマーソルトキック、で大丈夫かな。ダメージは全然食らわないからね。本当にめんどくさいわ、この分裂くん。どんだけ分裂すんのよ。全員がそのままさかかってきてくれれば反撃で倒せんのに。私に力を、終わったのね。さあどんどん来い、ぶっ倒してやる。終わりよ。封建ソフィア強いね普通に。私には使命があるの。いいねいいね、そのまま。終わったのね。ちょっとずつ経験値を稼いでいく。おい、めんどくさい。こっちに来たのが運の月だったな。セーバーの餌食になるだけだ。勇者の剣もさすごいよな本当に。基本攻撃力が強くてもさ、クリティカルが出なかったらね、絶対勇者の剣の方が使いやすいでしょう。それだったらまたちょっと手やり部隊を派遣しよう。6残る、数を減らそう。マジかよー、こんな死に損ないに倒せない。ハンターボレー、困った時のハンターボレー、命中率は 100%。 甘く見ちゃダメよ。
一緒に戦えて嬉しいわ。私には使命があるの。あと一匹、しかも死に損ない。これはでも倒しに行けるやつがいない。手やり、アレル待っててね。ようやく倒したか。やったわ。ここはなんか強かったっていうよりめんどくさかったって感じだな。しかもちょっと疲れてるやつらが出てきたな。おお、会話の前に調べよう。柱調べよう。銃だとか。セリカ、お前は何をやっているんだっていう感じだよね。移動メニュー、会話するか。じゃあ銃だと。よくぞ揃ってこの最上階までたどり着いたものだ。さあ合わせて。ミラ様はどこ？そう焦るな。ミラはここにはおらぬ。地下にあるドーマ様の祭壇におるのだ。ドーマの祭壇？わしの術で姿を見せてやろう。さあよく見るがいい。ミラ様、なんてお姿に。ミラ様が石になっちゃってますよ。あの額に刺さっているのはファルシオンか。そうとも。ミラは皇帝エルドルフによって封印される瞬間、自らの力でファルシオンも共に封じ込めた。あやつが何を考えていたのかは知らぬが、これでドーマ様を害する者はもうこの世にはない。ご苦労なことだ。ミラ様、どうしてそんなことを。私たちをお見捨てになったのですか。そう嘆くな。安定せよ。ミラを解放したいであろう。さあすればドーマ様にお前の魂を捧げるがいい。はあ、なんだそれ。魂を捧げるって、セリカ様魔女になっちゃうんですか。ダメですよそんなの。でもこれしかもう方法がないのよ。神竜の力がなくてはこのバレンシアの民は救えない。そしてその神竜を救えるのは聖魂を持った私の魂だけ。なるほどな。話ってのはそういうことか。アンテーゼ、約束したじゃないか。自ら命を投げ出すようなことはしないって。ごめんなさいお兄様。ごめんなさいみんな、ここまでついてきてくれて本当にありがとう。アンテーゼ。さあもうお前たちに用はない。どこへとなり帰るがいい。みんな騒ぐな。地下に落としただけだ。さてまだ時はある。お前はしばらくここであの小僧の苦しむ様でも見るがいい。あれはアルム。これで、あれ、行けるようになったかなってないかよくわかんないし。どうすりゃいいんだ。先へ進めるようになってんのかな。ここのね、ドラゴンはね、勝手に復活してくるんですよね。とりあえずこのドラゴンを退治して、じゃあ次はアルムをやっていきましょうか。
やっぱりね、ドーマの塔めっちゃ時間かかりましたね。というところで、今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。